新ちゃん、赤パン、トイテンラ、フミヤ。今日から YouTube チャンネル始めていきたいと思います。僕は、10歳の時から空手をやってて、今年でもう17年になります。ずっと五十流をやっていて、他にも四刀流だとか、高校の時にちょっとだけ和道流もかじってたりとかしています。ベトナムの方で2年間空手を教えてたこともありまして、やっぱり海外ではまだ五十流がなかなか浸透しないというのもあって、海外でも方にですね、五十流の基本であるとか型を知ってもらいたいなと思って今回 YouTube チャンネル始めたいと思います。他にもですね、VR カメラを使って、日本の世界観で空手を一緒に練習したりだとか、空手の動作を使ったエクササイズなども一緒にできていたらいいなと思っています。これを参考にしながら一緒に空手の練習ができていったらなと思います。本来ちょっとあったか、チャオ、チャオ。日本では練習の前と終わり、あとは試合の前だったり最後によく礼をすると思うんですけれども、この礼もとても意味合いのあるものなので、このやり方を一つずつやっていきたいと思います。座礼について説明します。座礼っていうのは座った状態で礼をすることです。まず左足を床につけます。そして次に右足を同じく膝をつけます。そして座ります。この時足の幅には拳が2つ入るぐらいの空間を空けます。左手から床につけます。そして右手をつけて礼をします。終わったら今度は右手から戻して左手を戻します。立つ時は今度は右足から先に膝を立って、左足を立てて戻していきます。日本の練習では練習の終わりに黙想も必ず行います。正座をした後に黙想、目をつぶります。開目と言われたら目を開けます。では一連の流れでやっていきたいと思います。黙想、開目、正面に礼、お互いに礼、今日は礼についてレッスンをやってきました。技のキレ、スピード、そういったものを磨くのももちろん大事ですが、礼っていうのも一つ練習してみるのはどうでしょう。では次回も一緒に練習していきましょう。おっす。